安心して暮らせ姫さん。こいつはね、こいつは俺と決着つけるまで死んだりなんかしやせんよ。醜く声太った豚に尻尾振り続ける犬よりはマシだ。目の前に豚が転がったんなら食っちまうのが狼よ。それが豚だ、チンピラチワワが。てめえじゃねえ、メス豚が。私のことだろうが。そこの化け物止まりなさい。お前一体何キロで散歩してんだ。今すぐ停車しなさい。これが散歩に見えるのか、ボケ。止まれたらとっくに止まってるんだよ、バカだろ。お前バカだろ。はい、公務執行妨害で逮捕。おまわりさんの心を傷つけた。おい、またから卵垂れてるぜ。ハイランビか。うわ、今のは相互が悪い。あれ、奴隷商人じゃありませんでしたっけ。不法入国した小娘、無線でこき使ってるじゃないですか。誰が奴隷あるか。ぶち殺したのか、クソガキ。おい、どうした。なんか食い物でも探してんのか、犬子。てめえと一緒にすんな。俺は拾い食いはしねえ。これで貞原28番の叩きが。何しやがんだい。お前こんなところで何やってるあるか。見たらわかるだろ。わかんねえよ。ガキはすっこんでな、死にてえのか。あんだとてめえもガキだろ。こっちの用は済んだ。あとは死体運びでも何でも好きにやりな。起きたぞ。てめえこの野郎。なくそ悪いもん見せやがって。寝れなくなったらどうするつもりだ、こんな野郎。二人とも明らかにメット付きなまんまじゃねえか。ハンマーないし、なんかじゃんけんもしてねえぞ。ただの殴り合いじゃねえか。カブトガリチュー。カブト割りじゃー。ド S だ。何、ドライバーとして生きる決意固めてんだ。たく、どいつもこいつもそんなに俺が憎いかね。ああ、憎いね。欲もタバスコなんて仕込みやがったな、クソガキ。おめえかよ。何をしてんだてめえは。まあ1位の旦那なら襲ってくることはねえだろうってね。まあそっちはまだ信用できねえがね。なんだこら。お前こそ銀ちゃんに近づいて1位の座狙ってんじゃねえのか。旦那も早いとこずらかった方が。ちょっと甘いじくんない方がいいんじゃん。あれ、方向間違ったか。くっ、何すんだ、クソガキ。あいつがあんな顔するなんてな。顔を合わせりゃ喧嘩ばかりしていたのに。人間ってのは仲のいい友達を失うことも、憎まれ口叩き合う喧嘩相手を失うことも、大して変わりゃしねえのかもな。てめえは天地弱くてチッでも逃げてる。そこを殴っても関係ねえだろ。おめえたちは誰を芝居てんだ。てめえ普通折れるまでやるか。やられたら倍返ししろってギちゃんに言われてるね。俺も言及を免れるって。ほぼ無駄に泣けんだろうが。てめえらのケツを脱ぐトイレットペーパーじゃねえんだよ。それにあんたらと浅右衛門の首が揃えば安心しろ。少なくとも6位なんてしみったれた椅子には興味はねえぜ。おい、背中に気をつけろよ。2位に興味なくてもお前の首ならいつでも狙ってくからな。誰も旦那のザレ言なんざ耳を貸しませんよ。だったらてめえの耳ちぎってよこせ。悪い、俺の耳先約があるんだよ。足が使えねえやつ、腕が使えねえやつ、協力すれば。おい、あんままた近づけんな、気分悪い。仕方ねえだろ。ボサルってんじゃねえ。カイザー総合ド S 沖田三世。土方さん、あなたが女に手をかけるところなんて私は見たくありませんよ。あ、おい、しっかりそのあるばカイザー。元凶はお前あるか。おのれ銀ちゃんの敵。あ、もう狭いのやめろっつうの。お前らアウト、いつも。それからな、お前に一つだけ聞いておきてえことがある。ここでうんこしてもいいかな。
ここは俺が抑える。行け、ゲロザベス。こいつに太刀は思いっきりテロリスト色に染まってる。あるテロリストじゃない、ソウ君だ。モモよ、リサの弾を返せ。そっちの弾ではない、ゲロザベス。そうだ、この語りかけるのを利用して蘇れば私…何なるほどなるほど。クレジー、何してたこいつ。本当ある、嫁のもらい手がなくなりそう。だったら俺がもらってやろうか。三食飯付き、質素だが静かな生活を送れるマイホームも用意してるぜ。格子付きの。トシさんに手出したらただじゃ済まねえぜ旦那。なんで手なずけられてんだてめえは。それはこっちのセリフ。少しでもその刀動かしてみろ、トシ。即ザンアル。おい、ガトツアゲろ。さっさと仕事しろよ。あれ、ひょっとして今俺励まされてる、落ち込んでると思われてる。なわけねえだろ、いい加減臭いからさっさとその雑巾着替えろっつったね。わかったね、一緒にやってやる。あるよ。え、何？あの野郎は一緒にぶっ殺すつってんだよ。間違いない、犯人はやつね。ベケル、喧嘩ってもんはな、てめえら自身で土俵に上がって、てめえの拳でやるもんです。遊び半分で生き物の命もてあそぶんじゃねえよ。待て待て、やめろ。落ち着け。おりゃー、そこ、何をじゃ、落とし、またかさげろ。あっち気をかけくれ。そうか、しっかりして。ひどい、なんでこんなこと。だからその体でそいつとベタベタするんじゃねえって言ってる。ぶっ殺されてんのかずら。これ無理、生まれな。その頭のボンボリ貸してくれ、もうそれでいいから貸してくれ。何するつもりやるか、この門に入りきるわけないだろ。助けてー。すいません、見張りの人、こいつうんこしたかったんですけど、ちょっとだけ川へ行かせてやってくれないですか。私に任せるよろしい。シャイなお前、いいの。うん、こんな崖ひとっ飛びある。みんな、あの縄に捕まって登ろう。ある、お前が登るんじゃないんかい。すまなかったジャイナ娘。わかればいいやろ。何もよくねえよ、何とんでもねえところで素直になってんの。今時の女は。おじさま、ジャキャと一緒に遊ばない。女らしさ以前にとんでもねえビッチになりたがってんだろうが。ねえねえ、お金いっぱい持ってるんでしょおじさん。悪いが私も JK だ。降臨なされたぞ。勝利は我らの手にあり。力ずくでも止めるぜ。やめろー。あばよ。お前があばよ。ああ、危なかった。ヤギー、こら、離す。ある、このサディスト。サディストはてめえで。あれ、チャイナ、なんでお前こんなところにいるんだ。おお、ちょうどいいカモが来たね。こいつならド S だからきっといい客になる。あるよ。カメラだ。心配いりやせんぜ、俺が解釈してあげまさ。てめえの時は手元が狂うかもしれねえがな。こいつ絶対私のこと好きやる。うぜ。カグラ、ソーゴ、お前何やってんだ。貞治28号の仇打たせてもらうね。お前に決闘を申し込む。来ると思ってたぜ。この時のためにとっておきの錠玉を用意した。どうだ、棺桶の居心地は。
あの世でぐらいは太陽の光を目いっぱい浴びてえだろうと思ってな。特別に用意した日焼けサロン型棺桶だぜ。ほう、相互と互角にやり合うか。何者だあの娘。よってお前らはどの道皆殺し決定。さっきと何も変わってないけど。人の話を聞け。我々は地声しても押せ。この邪魔だこれ。何でもあげるつとっておじさんの話だよ。ちょっと聞いてみる。ひげもらい。上着ゲッツ。旦那方の愛情が本物ならきっと気づいてくれるだろう。もっともその頃にはお前は棺桶の中が釜の中で丸焦げになってるかもしれねえが。よろず屋は儲からないから廃業して殺し屋に転向してある。手あげろ。おかしな真似したらドタマぶち抜くど。おかしいのはおめえだろ。自分のドタマぶち抜けよ。知らねえのか。俺たちはもう解散したんならなんでそれを脱がないやるか。どうやら3位陥落も時間の問題やな。ふん、てめえら首位を前にとんでもねえミスを犯しやがったな。何がやねん、負け惜しみも大概にし。うぅい、避けたら下のやつだけで上のやつ全部当たってるぞ。もう始まってるぞ。はい、もうすげえ早い。あまりの速さに二人ともメットとハンマーを持ったままのように見えるぞ。土方さん、その前に将軍の高架地点におかしな奴がでっけえ雪だるま作っててかなり邪魔なんですが。そんなことでは我々仲良しコンビを倒し幕府を潰すことはできんぞ。だから触んじゃねえつってないの。気色悪い。しまった、背中を見せちゃいけない奴がまだいた。おい、お前も早く死んだふりした方がいいやるよ。てめえ。汚れても守らなきゃいけないもんがあるってこういうことあるか。アホか。おっせえ、やっと来やがったかあいつら。これでようやく仕返しができる。この時を待っていたぜ。バレナ、すべて休産で。いけサクシサクに溺れるとはこのことよ。